島田君、ちょっといいだろうか。どうかしましたか？最近気になっていたんだが、武士というのはなぜ左側に寄って歩くのか。あ、それはですね、普段武士が左側通行をするのはすれ違うときに鞘がぶつからないようにという配慮からです。鞘がぶつかり合うとその度に喧嘩が起こってしまいますから。なるほど。侍というのは不便な生き物だな。不便というか暗黙の了解ですね。そうなると部屋とか立ち位置にも武士としての暗黙の決まりがあるのだろうか。そうですね、暗黙のというほどではありませんが、目上の人ほど左側に位置するらしいです。そういえば沖田さんって斉藤さんの右側にいることが多いですね。つまり沖田さんが斉藤さんに一目置いているということだろうか。確かに一目を置いてはいるだろうが、ここは素直にさすがは斉藤さんというところだろうか。なわけねえだろ。びっくりしました。驚かさないでください。長倉さんは何か他の理由をご存知なのですか？あのな、偉い奴が左側に立つのは抜き打ちされにくい側は、でもって左側に立つ人間は抜き打ちしやすい側ってことだ。なるほど、言われてみれば理にかないます。まあこっからは俺の想像になるんだが、宗次が斎藤を左側にして立つのは斎藤が左利きで右腰に刀を刺してるから。つまり斎藤から抜き打ちされない位置なんだよ。それは斎藤にとっても同じことが言えるけどな。宗次が抜き打ちできない位置ってわけだ。なるほど、そんな深い意味があったのですか。勉強になります。しかしそれでは互いに牽制し合っている立ち位置ということになりますが。とまあこんな面倒くさい理由を並べてみたけど、実際にはそうじゃねえと思う。実際に戦うとき、宗次が右側の敵、斎藤が左側の敵をそれぞれ抜き打つためなんだろうな。そのまま背中合わせになりゃあの二人は無敵だしよ。いつでもどんな時でも対応できる立ち位置をあの二人は自然にとってんだよ。というわけで、おっと邪魔したな。参考になる話だったな。斎藤さんの左利きは沖田さんとは良い関係にあるということか。ええ、世の中深いですね。